ましておめでとうございます。何でもよろしくお願いいたします。本日は赤塚肥料講演会終身の集いを開催いたしましたところ、全農林水産大臣の西川幸也先生はじめご来賓の皆様多数のご臨席を賜りまして、また会員の皆様このように多数ご参加いただきまして盛大に開会できますことを心より御礼申し上げます。ありがとうございます。また昨年はいろいろお世話になりました。まず初めの県会議員選挙におきましては我が会が推薦いたしました小林先生を見事県会に送ることができました。ありがとうございました。また4月の選挙には赤坂秀夫議員を市議会に5度送ることができました。これも皆様講演会の皆様のお力のおかげと改めて御礼を申し上げます。この席は赤坂議員は公約でも申しましたように鹿沼市民の一人一人が安全で安心にして暮らせる社会実現ということで一生懸命努力をしております。その他のことにつきましては本日配られましたこの資料をお読みいただきたいと思います。またこの後ご祝辞をいただきますご来賓の先生方の中からもいつにその仕事ぶりの様子などが伺えるものと私は考えております。また本年度も選挙が鹿沼の市長選挙そして参議院議員の選挙と2つほど予定されております。その際にはまたこの講演会の皆様にお願いをすることがあるかと思いますが、昨年以上のご支持ご協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。また結びといたしまして本日お集まりいただいております皆々様のご繁栄とご多幸を心よりご懸念申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。